日本大学日本大学分離学部大学院文学研究科及び総合基礎科学研究科日本大学分離学部は大学の学部である文学研究科総合基礎科学研究科は文学と基礎科学の理論及び応用を教育研究する大学院の研究科である略称して日大分離と呼ばれるキャンパスは東京都世田谷区桜上水にある 分理学部キャンパス入り口市も高井戸駅から、世田谷区桜上水へと続く桜並木人文系、社会系、理学系の3系統18学科からなる総合学部で、分理学部と長築学部は国内唯一となっている。文と理の融合を教育理念に掲げ、教養教育と専門教育の両面から総合的、学際的な教育を行い、 かつ高度な専門的研究も行う。また、時代や社会のニーズに応えられる、教養教育、語学教育、情報教育の充実を図り、かつ特色ある専門教育により、総合的な学力、または専門的な学力を有する人材を養成することを目的としている。国内外で専門的知識を活かせる意欲ある個性的な学生を育成し、新たな 地の再構築が求められている現代社会で、揺るぎない信念と未来への希望を持って、質の高い教育と、きめ細やかな学習支援を実現することを目標としている。教諭、師匠、福祉などの資格取得とともに、教員養成を行っている。また、日本大学分理学部は、宗教系の学科は有してはいないが、 新学生による大学設置時に開設されていた分理学部の前身である文学部の宗教学科、倫理医学科、哲学科を起源とする哲学科において宗教科の中学校、高等学校教諭一子免許状を取得することが可能である。電力見える化プロジェクトとして小エネルギー型キャンパスの構築へ向けた研究が2012年度に学内で採択され、 教職員を中心に実用化を進めている。高等師範科法文学部文学科文学部、文理学部と順に解消している。住所、東京都世田谷区桜上水三丁目25番40号、日本私立学校振興、共済事業団。進路、就職情報。大学ポートレート。 http://up-j.shigaku.go.jp スラッシュデパートメントスラッシュ ca-tegory04 スラッシュ 0000266201022.html2015 000年11月20日閲覧免許上の種類分離学部 http://www.chs.nihon-u.ac.jp/.kyoumu/.co/.teacher/.2015 年11月20日閲覧。平成25年度再生可能エネルギー熱利用行動複合。システム案件形成調査事業成果報告書。心理臨床センター。分離学部。 http://dep.chs.nihon-u.ac.jp スラッシュサイコロジースラッシュセンターウェブインデックス HTML 2015年11月20日閲覧ありがとうございます